はい、それでは、共鳴スタイルでアンサンブルしていくコツについてですね、これまたお話ししていきます。今回は受け渡しですね。この受け渡しを意識するってことですね。うん、でこれ何かっていうと、例えば主旋律がなんかここのパートからこっちに移動するとかよくあるじゃないですか。なんかソプラノが最終主旋だったんだけど、途中から主旋がなんかアルトになりましたとかね。でもっとその次ベースになりましたとかよくあるじゃないですか。うん、で、そういう感じで主旋がこう移り変わっていくっていうのが、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね。うん、で例えばこの主旋だったら、ちょっと歌ってきますよと。で例えば大きなのモノフル時計ってこうソプラノが歌って、おじいさんの時計って歌ったら、次テノールだったとしますよね。100年いつも動いていたご自慢の時計さっていうのがテノールだったとするじゃないですか。で次がおじいさんのとこ、これアルトだったとしますよね。生まれながってきた時計さで、今度で今度は今はもうってこういうのがバスだったとしますよね。うん、まあ、例えばですけど、その時にこう自分がメロディーを歌ってるっていうのはもちろんすげえ大事なんですけど、それを相手に受け渡すんですよ。次のパートに自分の歌ってる、感覚をこうなんか丁寧に、はいどうぞみたいな感じにするんですよね。大きなこの古時計、おじいさんの時計、はい次どうぞっていう感じですね。でどうぞされた人は時計ってきて、あ、なんか受け渡されてるな、なんか大事なものを受け渡されてるなと思ったら、受け取るのをすごい、まず受け取るんですね。まず受け取るんですよ、感覚で。これがね、何もなくてただ歌うだけだと本当ね、無味乾燥になるんですよね。毎回エネルギーがこうなんか下がったところから始まって、でなんかちょっと高まって終わって、ブツって切れて、もう一回また新しいの始まってみたいな感じで、なんか連続感がないっていうか、つながってる感超薄みたいな感じになるんですよ。もったいないみたいな。うん、だから受け渡す方、歌ってる方はまず受け渡すっていう気持ちをまず持つですね。で受け渡しますで、受け取る方は受け取りますっていう、受け取って100年いつも動いていたってこう受け取るんですね。ご自慢の時計さで、また次のパートに受け渡しますよで、受け取っておじいさんのってここにあるわけですね。まあみたいな感じですね。そういう感じで受け継いでいく、受け取っていく、受け渡しをすごくこうやっていくっていう感じですね。うん、まあこういうのをこれも動機の一つなんですけども、そのエネルギー交流、なんかこう相手とすごくこう仲良くなったりとか、なんかこう気の循環を起こすっていうのがすごい大事なんですけど、これをやるときに、めちゃめちゃ大事なのが、その渡しますよ、今からあなたに、まあ、例えばボールを投げるときにね、すごくこういい感じでこうキャッチボールができることってあるんですけども、それ何かっていうと、投げますよっていう意思をまず相手に伝えるんですよ。ほいで投げました、投げますよってこう意思を伝えて、相手が OK っていう感じですね。でもって初めて入って投げて、で向こうはパシッとキャッチして、でもってまた投げ返しますよ、で向こうも OK したらもう一回投げますってやると、すごいスムーズになるんですね。でこれをもちろんそんなこと やらないですけど、すごい素早くやるわけですね。受け取りながら、もう次受け取ったら次行くよ、すぐ行くよみたいな感じです、やるみたいな感じで、ちょっとこう一個一個の手順を省略っていうか合体させていくって感じにはなるんですけども、基本的にはそっちに行きますよ、 OK です、じゃあ行きますっていう感じですね。うん、っていうのを連続していくやっていくっていう感じなんですけども、こういうの受け渡しなんですよね。こういうのがうまくできるようになってくると、音楽の中でずっとその何ていうのかな、一つのストーリーみたいなのがこう全員で紡いでいくみたいな感じになるんですよね。この感覚がないと本当ブツンって切れちゃうんですよ。うん、でなんかみたいな感じになるんですよね。これがね、スムーズに全部がこう全員が丁寧に持っていくと、うわー、いい演奏だった、いい物語だったみたいな感じに、ね、なるんですね。はい、というわけで受け渡し、ですね、についてちょっと今回お話しました。渡しますよ、次あなたですよ
ってやって、で受け取る方も OK 任しといてみたいな感じ受け取って、でまたそれを今度次全員返していく、あまた次の人に返していく、で最後は全員で真ん中にこうなんか受け取ったのを最後に真ん中に戻して、で輪のね真ん中に戻して、で全員でそれをこうまあなんかみこしを担ぐじゃないですけども、なんかそういう感じで作品をこう真ん中にこう集めていくみたいな感じになると、すんごい音楽になるんですね。はい、というわけで受け渡しすごい意識してみてください。はい、というわけで今回は以上になります。ありがとうございました。